うしたのよ、ケイシャ。うなされてたみたいだけど、悪い夢でも見たの？夢？そっか。また、あの夢を。これで、何度目だろう。またって、どういうこと？いえ、実はここ最近、ずっと同じ夢ばかり見ていて。体調でも悪いのかしら？ちゃんと休んでる？私は大丈夫ですよ。見ての通り、元気ですから。本当かしら？顔赤いわよ。ちょっと、おでこ出しなさい。あ、ノワールさん、顔が近い。コーラ、じっとしてなさい。熱が測れないでしょ。ノワールさんの方が。私の方が何？え、いや、そのノワールさんの方が。いや、誰？私です、ケイシャさん。目覚めました？ユニさん。ユニ、鍵は開いてるから入ってきていいわよ。え、その声、お姉ちゃん？どうしてお姉ちゃんが、ケイシャさんの部屋にいるの？ノワールさんが私の部屋にいたら、いけないって言うの。ケイシャさん？ユニ、私がケイシャの部屋にいたのは、起きてこないケイシャが心配になったからよ。でも、ケイシャさんが起きてこないのは、きっと疲れてるからだろうって言って、さっき自分で情報収集に行くって。そうだったんだけど、どうしてもケイシャのことが心配になって戻ってきたのよ。いつの間に戻ってきたんだろう。ノワールさん、ありがとうございます。私はもう大丈夫ですから。本当に大丈夫なの？私たちと違ってあなたは普通の女の子なんだから、今日はゆっくり寝てなさい。わかりました。ノワールさんがそう言うなら。私たちは情報収集に行くわよ。うん、分かった。じゃあ私たちは出かけるわね。ケイション、お留守番よろしく。マルさん、どうして私を一緒に連れて行ってくれないの？ケイションさん、体調悪いんでしょ？だったらおとなしく寝てた方が。あなたには聞いてないわ。そんな言い方しなくたって、私が本当のことを。ケイシャ、あなたを連れて行かないのは、あなたのことが心配だからよ。私のことが心配だから？本当にそれだけなの？本当にそれだけよ。途中であなたが倒れちゃったら、私すごく悲しいもの。わかったわ。ここに残る。私、ノワールさんに悲しい思いをさせたくないから。ありがとう、ケイシャ。それじゃあ行きましょうか、ユニ。さてと、ここが例の場所ね。パパッと終わらせましょう。モンスターがいるって言ってたけど、静かすぎるような気がするわね。気をつけるに越したことはなさそうね。ここまで来たわ。やはりこのレベルになるとソロは厳しいわね。ケイシャが心配でユニを置いてきたけど、連れてくればよかったかしら。でんぼやいても仕方ないわよね。さあ、頑張るわよ。ケイシャさんに嫌われてるのかな。別に悪いことなんかした記憶ないけど。考えすぎよ、ユニ。体調が悪かったから、たまたま機嫌が悪かったの。
嫌われてるというか、憎まれてるというか、そんな感じがするの。気のせいよ、気のせい。そんなことよりも、まずはどこから情報を集めていきましょうか。情報って、その前にお姉ちゃん、さっきからちょっとくっつきすぎだし、くすぐったいよ。姉妹なんだからこれくらい普通よ。ほら、あなたももっと私に体を預けなさい。私を置いていったのは、私がいると二人で仲良くできないからだったのね、ノワールさん。どうして、どうして私じゃダメなの。私が可愛くないから、私が他人だから、私がただの友達だから。お姉ちゃん、姉妹水入らずなんだから恥ずかしがることないわよ。いつものお姉ちゃんじゃない気がする。気がするけど、どう見てもお姉ちゃんだし。あら、そんなに私の顔が見たいの。どうぞ、もっと近づいてもいいわよ。こっちか。お姉ちゃん、ふざけるのもいい加減にして。怒ったユニも可愛いわね。やりづらい。てか、お姉ちゃん、若干キモい。出発。なに、このモンスター。確かに町から離れているとはいえ、こんなのがいるなんて聞いてないわよ。俺の番だ。どうだい、行くぞ。これが魔法剣というものだ。凍りつくがいい。まず行動、人生の基本ルールね。やっ、ミラージュダンスです。さて、何をしようか。これも戦術さ。まず行動、人生のワンルールね。私の番だな。炎の魔法剣デッキで決める。私の炎耐えられるかな。無駄だ。私の番ですね。スラッシュウェイブ。私にはできた。もしかして私って、心配かけるのも悪いし、そろそろ帰らないと二人が心配するわね。そろそろ時間か。どうしたの？何か一人でブツブツ言ってるけど。ううん、なんでもないわ。私のことはいいから、食事を続けましょう。はい、ユニ。情報収集してたのに食事になってるのよ。お腹が減ってはなんとやらよ。食事は大切なことなの。それはそうなんだけど、このアーンは姉妹としてどうなの。何言ってるのよ。姉妹だからこそこれくらい普通なの。ほら、アーン。だってまだ
ルさんにしたこともしてもらったこともないのに。なんだろう、時々刺すような痛々しい視線を感じるんだけど。気のせいよユニ。そんなことよりお姉ちゃんもユニにおーんしてほしいな。恥ずかしいよ、さっきからやってることが恋人同士みたいだよ。腕を組んで歩いたり肩を抱いてきたり手を握ってきたかと思ったら恋人つなぎだったり、今この状況だってお腹が空いたからってお店に帰ったら当然のように隣に座ってるし。普通よ普通、仲のいい姉妹だったら誰だってするわよ。しないってお姉ちゃん変ってか、なんかキモい。なんなのよずっとベタベタして。キモいってユニがそんな言葉を私に言うなんて。ごめんなさい、今のはちょっと言い過ぎたかも。たまには姉妹の絆を深めるのもいいかなと思って今日は頑張ってみたんだけど。そんなに迷惑だったなんて、ごめんなさいユニ。泣くことないじゃない。私のノワールさんを泣かせた、私のノワールさんを。また何か寒いけど、ユニ本当にごめんなさい。だからお姉ちゃんのこと嫌いにならないで。私はお姉ちゃんのこと嫌いになったりなんかしないよ。私お姉ちゃんのこと好きだから。だからもう泣かないで。そう、ユニは私のことが好きなのね。よかった、じゃあ続けましょうか。まさかの嘘泣き。もうなんなのよ、お姉ちゃんは朝からこんなだし、ずっと見られてる感じはするし。ああ確かに助かったよ。それじゃあ私は急ぐからこれで。おう、またな黒いお嬢ちゃん。もう戻ってきたのか、残念、タイムリミットね。あれ、どこに行くの。楽しんでくれてありがとうユミ。楽しそう、私といる時よりずっとずっと。そんなに妹の方がいいの。あの子さえいなければ。ノワールさんは私のことを見てくれるのかな。もうダメ、これ以上見たくない。ノワールさんが私以外の誰かと仲良くしてるところなんて。さて、これからどうなるか実に楽しみだよ、ケイシャ。また、わけもなくこの町に来てしまったでござる。ユニは拙者に気づいてくれ。そして唯一普通に話せるようなの。拙者好みのタイプは金髪巨乳のはず。なぜ真逆のユニのにここまで惹かれるのでござるか。うん、あそこに見えるのはユニ殿。おお、ユニ殿。帰りが遅くなっちゃったわね。早く帰らないとユニたちに余計な心配を。この野郎はラステーションの女神。見つかるところだったでござる。しかしどうしてここに。あそこにいるのユニじゃない。あ、
早かったのね。早かった？確かに依頼済ませてすぐ戻ってきたけど、早いってほど早かったかしら。お姉ちゃん、いつまで立ってるつもり？ほら、早く私の隣に。隣？って、何よ、そんなにくっついて。いいからいいから、お姉ちゃんがしようとしてることはもう私、分かってるから。どういうこと？まあ、あなたがそこまで言うなら隣でも構わないけど。ちょうどそこでクレープ買っておいたんだ。はい。あー、どうしたの、ユニ？何か疲れてるの？確かにここ最近は忙しくて休む暇もなかったから、甘えたくなるのはわからないでもないわ。でもね、ユニ、姉妹でアーンはどうなの？なんで？以前、お姉ちゃんがどうとか言っていたでござるが、それがラステーションの女神だったとは。まさか、ユニ殿がラステーションの女神候補生？何をしようか。どうだい？私の番だな。そこだ。次。人生の基本です。
誇りのためにも勝たせてもらおう。これも戦術さ。すまんか。これが魔法剣というものだ。凍りつくがいい。おだ。さて、次は誰だ？これが、
ちゃダメよ。あなたの場合、無理してても言わないから。もう心配しすぎ。それに無理してても言わないのはお姉ちゃん譲りだから。こら、人のせいにしないの。まあいいわ、今日はゆっくり休みなさい。うん、おやすみ。はあ、まったく、あの子はすぐに無茶するから目が離せないわ。ユニがそんなに大切ですか？え？おい、ええ、大切に決まってるじゃない。私の妹だもの。そうですか。あ、そうだ、ノワールさん、お食事ができて。やっぱりユニが気になるわね。ちょっと様子見てくるから、ケイシャは先に休んでていいわよ。さんに喜んでもらおうと思ってお料理作ったのに、あの子がいなければ食べてくれたのかな。明日になればきっと大丈夫。ノワールさんといっぱいおしゃべりできる。そう、明日になれば。ちょっとケイシャ、何寝てるのよ。あれ、ここは私に。やっと起きたわ。何うとうとしてるのよ、ケイシャ。ノワールさん、私何やってたんだっけ。食事中に寝落ちしてたのよ。ほんと、子供じゃないんだからしっかりしてよね。食事中、そうだったかな。あれ、私とノワールさんだけ。ユニはどこにいるの。ユニ、ごめん、誰それ。ケイシャのクラスメート。え、あなたの部屋で同棲を始めて1ヶ月。この部屋にはあなたと私の2人だけよ。それに私はユニなんて人は知らないわよ。ああ、そうでしたね。ここには私とノワールさんだけ。二人だけですよね。何当たり前のこと言ってるのよ。ほらほら、早く食事済ませないと。今日は二人で買い物に行く約束でしょ。見ているようだね。現実と夢、その差が大きければ大きいほど、目覚めた時の絶望は大きくなる。種は蒔いた。ケイシャ、君はその種でどんな花を咲かせてくれるんだい。どうしたんですか、ケイシャさん。てか、なんで銃を。だって、あ
すごい音がしたんだけど、何かあったの？ノワールさん、ちょっとだけ待っててくださいね。すぐに邪魔者を始末しますから。邪魔者って、あなたどうしたの？様子がおかしいわよ。おかしいのはノワールさんです。私じゃなくて妹なんかと仲良くして。どうしたのよケイシャ、本当にあなた変よ。ノワールさんどいて、そいつ殺さない。そうですよ、ユニさんを殺す必要なんてないんだ。ケイシャ、あなた、ユニさん、ノワールさんをかけて決闘しましょう。決闘？本当はここであなたを殺してもいいけど、やっぱりノワールさんの目の前で正々堂々決めた方がいいと思うんです。その方があなたも諦めがついて死ねるってものでしょ。うわ、場所は、そうです、黄金の頂にしましょう。そこの最上階で待っています。待って、ケンさん。大丈夫よ、ノワールさん、あなたのためならいつまでも待つわ、たとえそれが来世でもね。なんだったの？わからない。ケイシャさんが部屋に入ってきたと思ったらいきなり襲ってきて。あの子に何があったのかしら、様子がおかしいってレベルじゃなかったわ。いかにもヤンデレって感じで怖かったわ。噂には聞いてたけど、ここまでなんて。けどどうしてあんなことに。ケイシャに何があったかはわからない、だからこそ確かめに行きましょう、黄金の頂に。
この塔の最上階に傾斜はいるのよね。うん。けどどうしてこんな場所を指定したんだろう。わからないわ。けどまさか。お姉ちゃん？なんでもないわ。急いで傾斜のところに向かいましょう。Okay.
わね。どう？ノワールさん。ノワールさんが来てくれるのが遅くても、私、約束通りずーっと待ってたんだよ。けど、ノワールさんが来るのが遅いから、退屈すぎて、こんなにたくさんのノワールさんを作っちゃったの。いっぱい。どう？本物そっくりで可愛いでしょ。可愛いでしょって芸者、あなたは一体何者なの？そうだよね、私たちの間に秘密はよくないよね。いいよ、教えてあげる。私は芸者、このラステーションのゴールドサード。がラステーションのゴールドサード？言われてみれば確かにあの時戦った子に似てるような気がするわ。ケイシャ、ユニと決闘だなんてバカなことはやめて話し合いましょう。ダーメ、これはもう決定事項なの。決定事項って、あのね、こんな決闘、たとえそれであなたが勝っても私はあなたのものになんてならないわよ。じゃあ、どうすれば私のものになってくれるの？どうすればって、あなたね。あ、そうね、その手があったわ。ケイシャ、私と勝負よ。私に勝ったら、あなたのものになってあげる。お姉ちゃん、いきなり何言ってるの？そのままの意味よ。今のあの子には何も話は通じないわ。けど私との戦いの中ならきっと声が届いてくれるはずよ。分かったわ。けど一つだけ聞かせて。お姉ちゃんは芸者さんのことが好き？え？突然何よ。もし芸者さんのことが好きならちゃんとそれを伝えてあげて。どういうこと？とにかくそういうことだから、ハーレムラノメの主人公みたいなこと言ってないで、早く言ってあげて。ノワールさん、今の提案本当なの？ええ、嘘偽りはないわ。私は自分より強い人が好きだもの。そっか、うん、それなら私も本気出さなきゃね。それはこっちも同じよ。装着完了。傾斜の雰囲気が変わった、うん、この感じこそあの時戦ったものそのもの。まるで歴史ね。待ってて、傾斜、今あなたを助けてあげるわ。俺の番だ。見て学ぶといいわ、洗練された戦い方というものを。私の番だな。これが魔法剣というものだ。凍りつくがいい。やる。待たせたな。逃がさない。さて、何をしようか。どうだい？見て学ぶといいわ、洗練されていた戦い方というものを。邪魔よ。私の炎に耐えられるかな。よし、あなただけは生き延びてください。これが100万人の頂点。力
がみなぎってくるな。勝負あったわね、ケイシャ。今度は私の勝ちよ。そんな、私が負けるの？こんなにノワールさんのこと、ノワールさんのことが大好きなのに。何言ってるのよ。誰にでも優しくて、誰よりも強くて、とても可愛くて、かっこよくて、可憐で、初めてプラネチュールの公園で会ったあの時から、そんなノワールさんが私は大好きです。ケイシャ、私のことをもっと見てほしい。私のことをもっと知ってもらいたい。でもノワールさんは私のことを見てくれない。そんなことないわよ。私はちゃんとケイシャのことを見て。嘘、全然見てくれてない。いつもいつもユリちゃんばっかり。友達だと思ってたのに、どうして私を裏切るの。友達ですって。はあ、バカらしい。何なのよ、付き合ってられないわ。ノワールさん、どうしてこんなことを友達になっちゃったのかな、私。どうしてそんなひどいこと言うの。だって、あなたが欲しかったのはあなたに都合のいい形だけのお友達でしょ。何がお友達よ。そんな上っ面だけの関係でお友達とか笑えるわ。私はね、本気であなたとは親友になれると思っていたのよ。親友？そう、お友達以上の本当の友達。お友達。一緒に泣いて、笑って、怒って、間違ったことをしていたら叱って、喧嘩して止めてあげる。だから今ここに私はいるのよ。私なんかじゃあなたの親友にはなれないのかな。ノワールさん、あなたが悩んでいたら一緒に悩んで一緒に解決してあげる。あなたが笑っていたら私もその隣で一緒に笑い合いたい。私は、私はケイさん、あなたは私にとってかけがえのない親友よ。かけがえのない親友。本当に私がノワールさんの親友。ごめんなさい、ケイさん。本当はもっと早く伝えるべきだったわ。でもほら、私こういうこと言うの恥ずかしくてなかなか言えなかったのよ。恥ずかしがらずに伝えておけばあなたを悩ませることもなかったのに。謝らないでください。ノワールさんは悪くないです。私だってノワールさんとは親友でいたいです。ずっとずっと一緒にいたいです。私もよ、ケイシャ。ごめんなさい、たくさん迷惑をかけてしまって。そのユニさんにもひどいことをしたりして。私ならこのくらい気にしてませんから大丈夫です。ユニさんもありがとう。じゃあ無事に解決したことだし、ラステーションへ帰りましょう。ケイシャには聞きたいことがたくさんあるしね。はい、もう隠し事はなしです。何でも聞いてください。親友ですから。そうね、親友だものね。あのノワールさん、よかったら手を。手？出せばいいの？ってどうしてこの状況で握手？改めて、その私と友達、親友になってください。うん、ええ、いいわよ。親友になりましょう、ケイシャ。ありがとうございます。ああ、あとユニとも仲良くしてやってね。ユニのこと嫌い？
証取っちゃうから。ごめんなさい。ノワールさんを独り占めしたいって気持ちがまだ消えそうになくて。まあそこは慣れてもらうしか。ユニは私にとって大切な妹だし、仲良くしてくれた方が私は嬉しいけど。頑張ります。頑張ることかしら。まあユニはあなたを嫌ってないし、二人は仲良くできそうな気はするわ。そのノワールさん、一つだけ確認したいことがあって。確認したいこと？私ノワールさんに大好きって告白したのに、まだ答え聞いてません。ん？はい。ニヤニヤ。ノワールさんは私のこと好きですか？え？いや、それは。私はノワールさんのことすごく大好きです。あ、いや、私もケイシャのこと好きよ。本当ですか？ありがとうございます、ノワールさん。大好きです。もちろん、親友としてだけど。ね、聞いてる？ノワールさん、早く戻りましょう。私のこと好きって。もしかして私選択肢間違えた？変なフラグが立ってしまった気が。銃もメンテもバッチリ。おまけに私の調子もバッチリ。ラステーションのゴールドサードには失望したよ。せっかく落としたんだからもう少し楽しませてくれてもよかったのに。まあいいさ。その代わり君には楽しませてもらうよ。わかっている。それこそが我ら組織の悲願。あの女のようにお前の期待を裏切ったりはしない。しかし本当にあの黄金の塔が継者の力の源なのか。疑うなんて心外だな。けど間違いないよ。あの塔こそゴールドサードの力の源だ。その中枢さえ破壊すれば継者の持つ黄金の力を無効化できる。俺としてもあの子にはもう用はない。焼くなり煮るなり好きにするといいさ。言われなくてもそのつもりだ。利用できないのであれば、もはや奴は障害に過ぎぬ。ならば女神ともども始末するだけだ。けど女神とゴールドサード相手にどうする？いくら黄金の頂を破壊しても君には荷が重いんじゃないか？それなら心配無用だ。こちらにはこの日のために長年かけて用意した奥の手があるのだからな。ノワールさん、それにユニさん、まずはお二人に話しておきたいことがあります。話しておきたいこと？ご存知かもしれませんが、あなたたちはラステーション協会、いえ
教会を乗っ取ったある組織に狙われています。傭兵組織よね。この間教会に忍び込んだ時に会ったわ。でしたら話が早くて助かります。私は昔その組織の一員でした。弊社さんがですか？なるほど。だから戦闘の時に人が変わったように雰囲気が変わるのね。厳密に言うと銃器を持つとです。いつの頃からでしょうか、物心のついた時から私は傭兵となるべく組織で訓練を施されました。はじめは何の疑問も抱かずにただ下される任務のみを遂行していました。ですが任務などで普通に暮らす女の子たちの姿を見るたびに今の自分への疑問と普通の女の子らしい生活に憧れていったんです。そんな時だったんです。教会によって組織が潰されたのは。だからこの機会に普通の女の子に生まれ変わろうと思ってこの町の学園に入学したんです。ですがある日私は黄金の力を手に入れゴールドサードになったんです。はじめは出来心だったんです。せっかく力を手に入れたんだから女神様と戦ってみようって。なるほど。それであの時の乱入につながるのね。はい。ですが結果は私たちが勝ってしまい、そのせいかあの日突然世界がおかしくなってしまったんです。まるで女神様なんて最初からおらず私たちが国を統治していたかのように。ですが私に国を統治するだけの力はありません。それにせっかく手に入れた普通の日常を失いたくなく国の運営は教会の方に任せていました。けどそれがよくありませんでした。いつの間にか教会には組織の残党が入り込み私を見つけノワールさんの暗殺を依頼したのです。え、暗殺？はい。ですができませんでした。スコープ越しに覗いてもやっぱりノワールさんはノワールさんで殺せるわけありません。そうだったのね。ケイシャ、話してくれてありがとう。いえ、私の方こそずっと内緒にしていてごめんなさい。ノワールさんに知られると嫌われるんじゃないかって怖くて。そんなことで嫌いになんてならないわよ。それとも私たちの友情はそんなことで壊れるようなものなの？ノワールさん、私による暗殺が失敗しているのでそろそろ何か次の手を打ってくると思うのですが。次の手？例えば組織全員でこの部屋に制圧に来るとか？いえ、それはありません。たとえ組織の残党が束になったところで私には叶いませんから。ましてや今は黄金の力があります。勇者さん、そんなに強かったんだ。皮肉なものです。組織のために育てられたのにその組織が私を制御できないのですから。なのでまず考えられるのは私の無力化です。傾斜さんを無効化する方法ってあるんですか？話を聞いてる限りチートみたいな人ですけど。そうですね、元の能力はどうにもならないとしてゴールドサードとしての力なら黄金の頂がその源なので私ならそれも。なるほど。そうなると奴らの狙いは黄金の頂か。ユニ、急いで準備して。奴らの狙いが分かった以上先に行って待ち伏せするわよ。分かったわ。それなら私も。ダメよ傾斜、あなたはもう戦わなくていいの。そのために組織を抜けたんでしょ？でも普通の女の子として暮らしたいんでしょ？だったらもう銃なんて持っちゃダメよ。ここは私たちに任せておきなさい。
知ってるでしょ。私たちかなり強いんだからね。ですが、あなたの親友が一肌脱いであげるのよ。こういう時は遠慮なく甘えときなさい。なら見届けさせてください。ノワールさんが組織とあの女を倒してくれるのなら、その最後もそれくらいならいいですよね。仕方ないわね。一緒に行きましょう。思わないかないね。逃がさない。そこだね。まず行動。人生のハンデールね。行くぞ。やっ、もらった。やっ、次。これがゴール。撃つわ。分かったわ。ただいま。この俺とやり合おうというのかい。そう、よっ、任せてもらおう。まず行動。自分の強さ、思い知りなさい。そこだ。次、別に仕留める。やったな。ターゲットボックス。
さて何をしよう。もらった。夜に甘く見る。知れないわね。そういった意味では確かに過保護なのかもしれないわね。な、何あのロボットは。邪魔をしに来たか、女神たち。あなたは教会であった。やっぱり傾斜の勘は当たったみたいね。ふぬけたと思っていた。やはり勘は組織にいた時のままか。おとなしく殺される時を待っていればいいものを。差し詰め、この塔をそのロボットで破壊した後で私たちを倒す算段だろうけど、そうはいかないわよ。たとえ傾斜が無効化されても私たちがいるんだから。愚かな。お前は少々自信過剰すぎるな。こいつは以前お前を、いや、女神を倒すために作られた、いわば対女神用の機動兵器だ。対女神だかなんだか知らないけど、たかが機械で私たちをどうにかできると思ったら大間違いよ。行くわよユリ。うん。このポンコツが壊される様をそこで見届けるがいいわ。変身完了。お姉ちゃんのケイシさんは私がやらせないわ。あなたなんか一瞬で倒してあげるわ。おーっし、警護。どうだい、誰にしようかしら。可憐に決めるわ。警護、警護、私の番だな。これが魔法剣というものだ。凍りつくがいい。狙いは外さない。そこで悪い気にしてあげるわ。さて何をしようか。どうだい。さあ今度は私が攻める番よ。せい、任せて。はっ、任せてもらおう。炎の魔法剣デッキで決める。私の炎耐えられるかな。ターゲット確認。弱い。私に落とせぬ敵はないわ。邪魔よ。ターゲットロック。相手が誰でも私が投げ払う。どうね、手伏しなさい。俺の番だ。おーっ、どう
だい。すまない。この勝利を泉に捧げよう。レベルアップよ。力がみなぎってくるな。うん、悪くない気分だ。対女神用の兵器だかなんだか知らないけど、口ほどにもなかったわね。さあ、残るはあんただけよ。武器を捨てて、おとなしく投降しなさい。今ほど貴様のその性格に感謝したことはないぞ。ブラックハート、ポチッとな。これは、お姉ちゃん、口を塞いで、この霧を吸っちゃダメ。その程度で防げる品物ではない。口以外からでも吸ったら最後だ。なら、お姉ちゃんだけでも。力が入らない。ユニ、あなた一体ユニに何をしたの。このガスは一体。言っただろう、こいつは対女神用の兵器だと。我が組織が貴様ら女神を倒すために総力を挙げて開発したウイルスだ。組織と共に潰せなかったのは災難だったな。だが安心しろ、お前もすぐに後を追わせてやる。エグリの時にウイルスはまだたくさん内蔵しているからな。あの世で見守るんだな。このゲーム業界が暴走と勝つ様を。安心して、今のはマセイ、あなたにはまだ死なれては困る。ケイシャ、大変なの。ユニが、ユニが。落ち着いてください、ノマールさん。何があったか教えてください。上の方からすごい音がすると思って来てみたら、まさかこんなことになっているなんて。喋らないで。すぐに病院に連れて行ってあげるわ。私ダメかも。バカ、何言ってるのよ。あなたを死なせたりしない。ダメだよ、自分のこと自分でわかるから。ダメよユニ、諦めないで。私がなんとかなんとかするから。命を奪うばかりの君に命が救えるとでも思っているのかい。女神様を倒すために組織に育てられた私です。数年前にウイルスが感染した時点でこの体に宿されています。長年ウイルスが体内に宿っていた私の血を使えば血清が作れる。それを使えば。けど
いいのかい？それを使えばユニが助かってしまう。助かってしまうなんて、そんないいこと。今ここでユニがいなくなればどうなると思う？ノワールをお前は独り占めにできる。そんなの。そしてこれは事故だ。ユニは助からなくてもお前のせいじゃない。私は適当に治療するふりでもすればいいさ。ユニが死んでも君は妹のために尽くしてくれた健気な親友として感謝してくれるはずだ。そしてたった一人の妹を共に看取ったんだ。彼女が君に特別な感情を抱かないわけはない。だとしても私はノワールさんの悲しむ顔なんて見たくない。そうか、ほんと君には失望したよ。彼女を助けたことを後悔しないことだね。ユニさん、10分、いえ、5分、耐えてください。今から私の血液を使って血栓を作ります。どういうことよ？ちゃんと説明して。時間がありません。説明は後でします。ノワールさんはユニさんの意識が飛ばないようしっかりと引き止めてください。分かったわ。必ず助けます。お願いです。耐えてください。血栓は投与しました。あとは時間が経てば大丈夫です。ユニ、気分はどう？苦しいところとかある？大丈夫みたい。よかった。ユニ、本当に心配したんだから。ごめんね、お姉ちゃん。よかった、本当に。もう泣かないでよ。それに首抱きしめられたら苦しいよ。ごめんね、嬉しくて嬉しくて。もう離さない、ずっとあなたのそばにいるわ。もう大げさなんだから、そう言ってもらえるのは嬉しいけど。ユニさん、助かってよかった。その代わりまたお前は一人ぼっちになってしまった。またあなたですか？いい加減に。せっかく助けたのに、ノワールはお前のことを見ていない。それはユニさんが助かったから。今はユニさんを見て当然です。それは今だけなのかな？これからずっとかもしれないよ。これからずっとユニさんのことを。死にかけたんだ。これからは今まで以上に大切にして、君なんか見てる暇がなくなるだろうね。じゃあ私はどうなるの？私の居場所って。お前の居場所なんて最初からない。お前は今までもこれから先も一人ぼっちになるんだ。ユニを助けてしまったばかりに。好きだよ、ケイシャ。最強の傭兵のくせに弱い君の心がね。違う違う、ユニさんは助けてよかったの。じゃないとノワールさんが悲しむ。ケイシャ、どうしたのよ突然。ノワールさん、ノワールさん。私はここにいるわ。ね、ケイシャ、落ち着いて。ノワールさん、助けて。憎しみが、怒りが奥から溢れて、もう止められない。ノワール。
ールが助けたいのはユニだ。ノワールがそばにいたいのはユニだ。ケイシャ、お前じゃない。ノワールさんは私を助けてくれないの？何言ってるのよ。助けるに決まって。どうしてノワールさんは私にそばにいるよって言ってくれないの？ユニさんには言ってあげるのに。落ち着きなさい、ケイシャ。私の話を聞きなさい。違う。ノワールさんは私の友達でいてくれるって約束してくれたじゃない。それならそばにいられる。もう誰にも捨てられたりしない。ノワールさんは私を捨てたりなんか。ううん、もっと大切なものができたら私を捨てるかもしれない。私はあなたを捨てたりなんかしないわよ。捨てるとか捨てないとか、あなたは物じゃなくて人なんだから。物と変わらない。いや、一人ぼっちは嫌。一人きりは嫌。私を一人にしないで。ちゃんと戦うから。人だって何だって殺すから。私を捨てないで。どうなってるのよこれ。わかんないけど、昔の自分と今の自分の状況が重なって混乱してるんじゃ。そうですよ。ユニさんを殺せばノワールさんは私を見てくれる。ユニさんを殺した仇としてずっと私のことを見てくれる。ずっと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 の炎に耐えられるかな。
使命を果たした。どうしたんだ今の。このせいで何でもない。さて何をしようか。これも戦術さ。私の番だな。風の魔法剣デッキで決める。これでどうだ。痛い。次のターゲットはあいつね。自分が悪いくせに謝りもしないのよ。タチが悪いと思わない？その分あなたはきちんと謝ったし、全然いい方なんだからね。友達を辞めたいとか、私のことは忘れてほしいとか、そんな悲しいこと言わないでよ。悲しいなんて嘘ですよ。嫉妬してやきもち焼いて、それで自分が抑えられなくて暴走して、こんな私のこと。確かに嫉妬深いのは困るけど、それもきっと友達が増えていけば治るから平気よ。でもまた私が暴走して誰かを傷つけたら。その時はその時よ。私がまたあなたをぶん殴って正気に戻してあげるわ。約束したでしょ。あなたが間違っていたら殴ってでも止めてあげるって。じゃあ私はノワールさんの友達を続けてもいいんですか？私こう見えても粘着タイプなのよ。私の友達になった以上そう簡単にやめられると思わないでね。ノワールさん、ありがとうございます。
私何泣いてるのよ。もうほら、こんなところに長いは無用。さっさと帰るわよ。はい、めでたしめでたしなのかな。